お母さん、ちょっと、お母さん、お母さん、ちょっと、うん、キモい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 、なんかうっとりしてる、うっとりしてる。そうでしょ、キモいのよ、ちょっとね、キモいからそのお面かぶせてんだけど、キモい、キモい、それが、なんか、不動前にこの前行ってきて、そこで、ちょっとなんかロマンチックな話を聞いたとかで、それからもうニヤニヤしちゃってさ、ね、不動前で、ロマンチックな話ってこれどういう話ですか？確か、うっかり八兵衛と、うっかり八兵衛江戸紫が恋に落ちるみたいな話だった。違うだろう、それはゴンパチと小紫の話。うっかり八兵衛っていうのはね、高橋源太郎、江戸紫っていうのは三木紀平でしょう。あ、そうです、そうです、うん、で何のゴンパチと小紫、あの、うん、聞いたことがあるある、うん、でゴンパチと小紫っていう、小紫は遊女で、うん、だから恋に落ちちゃう、相手が遊女だから遊びに行くにもお金がいる、でお金がいるから強盗しちゃって、でそのお金で遊びに行ってた、うん、でもう改心をして自首をして鈴ヶ森にて処刑をされる、でそれを聞いた小紫がゴンパチの後を追って自ら命を絶つという歌舞伎にもなった、そういうお話でしょ。そうね、ちょっとだけ雑だけど回ってるわ。雑ですか、はあ、いつの時代も女性は犠牲にしかなれないのよ。いやいやいや、俺にとってはなんか連続強盗の、うん、そういう怖い話に聞こえるけどね。なんとも悲しいお話だわ。それが不動前のね、近くにね、塚があるのよ。ほうほうほう、塚、うん、じゃあ分かった。じゃあお母さん、あのブラボーに見せてあげてよ、歩いてきたやつ、うん、そうよね、うん、見せてあげなくちゃね、うん、あ、だったったった、行くわよ、プチやってきました、不動前駅。あ、ここに行ったんですね。そう、これのね、すぐ目の前に広がるのが不動前駅通り商店街、うん、お母さんの日傘さすぐらい暑くてね、まっすぐな道じゃないんですね。そうそう、曲がりくねった商店街で、これ面白い形でね、変わってますね、こっち行ったりこっち行ったりね、ふらふら歩いてると面白いの見つけました。そう、第四日野小学校って言ってね、ここ面白いのはね、うん、屋上でね、野菜育ててんのよ。いいですね、小学生にとってはいい経験ができるんではないでしょうか、ね、上を見上げると、ね、ここがマイドタウンということで、このマスコットキャラクターのマイドくんがお迎えしてくれるの。いいですね。ここね、カムロ坂って言ってね、これが桜並木なのよ。そう、これもう一回春に行きたい。そう、緑もいいけど桜がもう咲いてるところはいいですね。我々来年どうなってるんでしょうね。で、少し歩いていくと、うん、こちらタコ薬師ありまして、そう、見つけちゃったの、うん、あ、今これタコ踊りですか？どっちがタコか分かんないぐらいお母さんが見かけましたね。いいでしょ、絵馬のタコで、そう、あなたに帰ってきてあげたわよ。じゃあ絵だこですね。そうよ、うん、でしばらく歩いていくと、今度目黒不動産、ね、ここが肝心のコンパチと小紫、そう、さっき言ってた、そう、さっき言ってた、あれですね、そうですね、そう、ひよく塚があってね、うん、そこもしっかりとね、お参りしたし、うん、よかったよかった、ここも、うん、じゃあ駅に戻るとこのお店がありまして、何かなと入ってみると、これ、うん、花結び、これが田中さんってオーナーなんですね、うん、かっこいいですね、うん、そうなんですよ、いろいろね、熱心にそのお豆にこだわってる、うん、どんだけこだわってるのかっていう話をお聞きしまして、店内も綺麗でね、そうなの、ウッド調で雰囲気が良くて、でメニューも見させてもらうと、もうこだわり抜いたメニューばっかり、うん、中心にね、いろんなメニューがあって、うん、いろんな豆を使ってるでしょ、で私は今何食べたのかしらって気になるじゃない、うん、そうするとメニュー見ながら、食事しながら、大豆を見ながら豆のサンプルを見られるのよ。豆尽くしですね、うん、自分がどんな体にいいものを食べてるのかっていうのが分かりながら食べれるので、ね、うん、すごい安心して食べられますね。豆もね、在来種をねメインにしてるの、うんうん、で、いおりちゃんも可愛いでしょ。いおりちゃんっていうんですね。そう、オーナーの田中さんの、ね、ご家族なんです。ね、今これは何を飲んでらっしゃるの？僕たちが暑い暑いって文句言ってたらね、うん、こうそっとこう粋な計らいで酵素ジュースも出してくれまして、本当に優しくて染み通るようだった。で、この食べているのは、うん、酵素玄米。そう、これも作るのがね、もう手間暇かけるらしくて、うん、そりゃもう手間をかけただけあって、すごい美味しかったです、うん、僕食べてないんですけどね。あ、今度ね、行きましょうね。行こう行こう行こうよ、うん、
うん、整体もね今度ねオープンするらしいわよ。今度ね、うん、8月の上旬にオープンするらしいので、うんうん、お店の隣にオープンさせるということで、そうなんだ、から内から外から綺麗になれるスポットとしてね、これは体もそうなの、ちょっと体も健全な高野兄ちゃんが通うにはそう、もう通わないといけないなってバカ野郎、まあとにかくいいところだったんですよ。それにしてもさ、コンパチとさ、小紫の話ってさ、グッとくるものがあるよね。そうだそうね、お母さん、もう恋愛はいいけどね、もう疲れちゃう。まあそうね、恋愛を花開かせるっていうのも昔からその賢者、まあソクラテスとかプラトンが頭悩ませてたみたいやしね。急にソクラテスとかプラタンとか、あーごめん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 、大丈夫大丈夫、お母さん、ね、大丈夫、そういうね哲学の話出しちゃったのが、実はこういう本を今読んでて、深夜の赤信号は渡ってもいいのかっていう、まあこれ実は哲学書なんだけど、哲学書まあね、お母さんみたいに今哲学っていうとね知恵熱出ちゃうっていうような、確かに堅苦しい、こう難しいっていうイメージがあると思うんだけど、実はこの本そういうんじゃなくて、まあタイトルかも分かるように、深夜の赤信号は渡ってもいいのかっていうような、日常生活の中にある哲学っていう切り口でいろいろ教えてくれるのよ、うん、本当に表題になってるような、深夜の赤信号は渡ってもいいと思う、どう思う、いなかったらもちろん渡っていいでしょう、うんうんうん、なるほどね、うん、僕はいい人だから渡りません。そう。やっぱりこの一つの物事もね、やっぱり意見が分かれるのよ。うん、でお母さんのその、渡っちゃダメよって、渡っちゃう。渡っちゃうっていうのもやっぱりまあその時の臨機応変な対応でいいじゃないっていうのも正しいし、やっぱり道徳的に考えると、そんなのは法律どんな時も犯しちゃダメだっていうの。その通りです。実はこの本その二つのどっちも正解だって言い切りまして。そう、まあ、そもそも2人とも実は正解で、そこに行き着くまでにしっかり自分で考えて答えを出してるわけじゃないですか。あ、考えて、そう、うん、で、そういうような、例えば日常生活で自分が体調悪い時にお年寄りが電車に乗ってきたら席を譲ってあげるべきなのかとか、いや、ね、よくあるよね、あれね、そういうような日常生活のところから、うん、哲学っていう切り口でいろいろ解説してくれるのよ、その物事の考え方を。あら、哲学日常じゃん、ね、そうそう、あら日常かしら、あら急に日常になっちゃいましたね、うん、っていうようなやっぱり物事の考え方、まあ、うん、商店街の店主さんもね、うん、普通にお店してたらいろいろ苦労も多いでしょう、うん、厄介な客が来たり、うん、もう面倒な揉め事が起こったり、だからこそこの考えるという本をね、考え方を知るという本を読んでいただいて、うん、やっぱり町の店主さんには頑張っていただかないといけないという本なので、ぜひだからお母さんみたいなね、うん、空っぽの人にちょっと読んでもらおうかなと思って、はい、考えるわ、こっち、こっちじゃなかった、こっち、うん、考えます。だからな、ところでさ、うん、お母さんの劇団でさ、うん、なんだよ、曽根崎真珠やってたんでしょ。ああ、そうね、私は出てなかったけどね。出てないんだ。まあお母さん一応女優だしね。そうよ、一応って。あ、じゃあ今回の、ゴンパチと小紫も舞台でやったら、うん、あ、いいかもね、やっぱり小紫。いやいや、ね、お母さんほら遊郭 の、うん、あのやり手、おかみさんの役ですよ。まあ、うん、でもね、女はいくつになったって若いよね、こう素敵な役をやってみたいのよ。いやいや、まあ、私だってまだまだね、子供がいるって言ったってね、化粧すればまだまだいいよ、うん、いやいやいや、ね、こう見る方の立場とかそういうのも考えないといけないと思いますけどね。なんか幻想の世界を見せてさせてあげてよ。いや、分かった分かった、ママ、もう不思議ちゃんは分かったから、あら、ま、うん、ちょっともう、じゃあ最後にブラボーにまた謎をかけて締め、謎かけて締めてもらおうよ。そうね、じゃあそれでいこうよ。オッケー、謎かけします。謎かけしましょう、みんなでね。みんなでじゃない、私がやるんで。そうよ、はい、お題出してあげてよ。純愛とかけまして。純愛ですか。綺麗ですね、では純愛とかけまして、出まして、お母さんの舞台と説く、うん、その心は、見ると心が現れます。どういうこと？